皆さんこんにちは。プロ山岳ランナーの上田瑠衣です。今日はですね、いつもサポートをいただいている ESS というですねアイウェアブランドの、ESS からですね、新しいサングラスをいただきましたので、それを紹介したいと思います。はい、こちらですね。まあ、今回いつも使っているのが、クロスブレードというサングラスなんですけれども、それの新しいカラーを作ったということで、いただきました。早速どんな色なのか見ていきましょう。これはすごいいかついですね。何色だと思います？まあでもね、これは、まあ、去年、ね、世界一になった僕には似合うんじゃないかなというふうに思います。ということで、じゃじゃん、金色です。どうですかね、似合ってますか？これをですね、早速次のレースで使いたいなというふうに思います。金色のクロスブレードです。はい、ということで今回はですね、嬬恋スカイランに、来ています。久しぶりのレースです。今日はですね、1周8キロのコースを3周するということで、このレースで ESS のこのゴールドカラー使いたいと思います。どうですかね、こうやって黒に合わせるとかなりシックな感じでかっこいいんじゃないですか。まあ、金つけてるからにはね、今日は優勝したいと思います。行ってきます。ファイト、ラスト1周頑張れ。ファイト、はい、ということで嬬恋スカイラン走ってきました。いや最後ね、あの高校生が2周ということでトップに追いついたんですけど、ラストスパートで競り負けちゃいました。まあ、とはいえ、オタノブではそうですね、多分後ろと12分差以上ついてたんで、まあ、あの世界チャンピオンのね、王者としての貫禄を見せつけられたかなというふうに思います。この金のクロスブレードにふさわしい活躍ができたと思います。また皆さん応援よろしくお願いします。バイバーイ。